言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。サムネイルの通りでございますけれども、マスタープラン最速2000万、そして世界トレンド1位も獲得でございます。当然最速2000万は MV の話でございまして、まあとにかくメインストリームが非常に素早く2000万まで行きましたが、そちらを超えてさらにマスタープランがその上を行きました。正直心配もしておりました。ドリルミュージックとね、スカイハイやビーファーストメンバーも言っていますが、とにかくマニアックな楽曲というかジャンルではあります。マニアックと言いましたが、日本でマニアックなところという話で、世界アメリカ中心にそちらでは結構主流と言いますか流行りにはなっていますね。いち早く日本はこれを取り入れたっていう部分で言うと、メゾンビーっていうグループがいますが、BE:FIRST はドリルに加えて和風の要素を加え、それによってさらに BE:FIRST らしさっていうもの、そして世界に行くっていう部分での矜持、そして意志、信念、そういったものを表現した素晴らしい作品だと思います。この緑色の背景にこのピンクがかった感じの彼ら7人という形、まあ内容は言いませんが、 CD にそして DVD に含まれているマスタープランのねドキュメンタリーといいますかビハインドザシーンの中で、彼らのこのピンク色の背景とかピンク色の顔っていうものについての言及もされています。それはCD の中の DVD に入っているコンテンツなので言いませんが、それも含めて面白いなと思いました。ボーイズグループという部分でそれを毛嫌う人たちといいますか、毛嫌うというとちょっと言い方乱暴ですが、まあ、間違ってはいないので、あまり好きではないという人たちもいますので、そういう人たちに対してもこの顔が前面に出ていない感じっていうのは逆にいいんじゃないかって思います。で、結構ねびっくりしたのが、このマスタープランが出た時にね、ベスティの間でなんかこうもっと顔が見える感じのジャケットがいいですっていう感じの話があったのかもしれないけど、私が見てる限りほぼほぼなかったので、あ、ベスティすごいなって思いました。まあ他にもね、彼らのかっこいい顔が、そして可愛い顔が見れるコンテンツはいくらでもありますし、他のところで見れるからっていうところはあるのかもしれません。いずれにしてもベスティもだいぶこうね、もともと赤ちゃんファンダムなんて感じで、まあ、自分も動画の中で赤ちゃんファンダムって言葉よく使ってましたが、ここ最近全く使っておりませんし、実際にすごく成長しているなっていう感じがあるし、 BE:FIRST の7人ほどではないとはいえ、非常にその成長のスピードも素早いと思います。世界トレンド1位という形で一応証拠の画像というものがあります。昨日の21時か22時あたりに2000万回達成したという形があり、その段階で世界トレンドに入ったと思われます。当然日本トレンドでも1位を取りまして、ツイッターね、まあ、ツイートレンドといいますか X トレンドかな、日本の1位もね、それは0時の段階でも取っておりましたという形で、証拠画像として今多分載せていると思いますが、こちら貼らせていただきました。マスタープラン BF20M という形でこれがトレンドに入ったわけでございますけれども、ベスティはじめとしていろいろな声が上がっています。最高傑作が最低条件という言葉も入れた上で書いている方もいますね、 SNS の方に。まあ当然マスタープランの中に入っている楽曲、歌詞の一つでございまして、成長を止めない7人をこれからもベスティ応援をやめませんという感じでいますし、それから7本の桜の枝が世界で咲き誇りますようにっていう形、これはね7人のことでもあって、 MV にある桜の木ですが、あれはその彼らのリアクションで言っておりましたが、実はね7本の枝があってそれが伸びているっていうことのようです。 CG の桜といったもののすごく幻想的で、しかもちゃんと意味があるものだなという形で、非常に素晴らしいし誇らしいなと思います。で、まだまだ道の途中、どんどん行こう、きっと世界に見つかるっていうものもあります。はい、そしてですね、なるほど、ちょっと見ていたんですけれども、おそらくグランパンパースが心配しているようなことって
実はそんなにない可能性もあります。ただいろんな考え方の人がいると思いますので、私の個人的見解も後で語る予定ではあります。はい、メインストリームから変わらない制作人で、チーム BE:FIRST の音楽への強い思い、世界に向けた強い意志っていうこととか、揺るぎない覚悟と意志だったりとか、世界にも広がることを切に願いますだったり、怖くても突き進んでくれてありがとう、進化し続けてくれてありがとうっていう形で、みんなベスティも非常にこうポテンシャルが高いと言いますか、意志が高いなというところがありましてね、毎回想像期待をはるか上と超えてくるとんでもないグループ、そんな彼らが全世界の人たちの目や耳や心へと届きますようにという形。まあ文字通り、BE:FIRST によって人生だったりとか生活だったりとかもろもろ変わった人っていうのもいるわけで、グランパンパスもその一人ではありまして、そこの部分の思いが強いっていうのがよく出ていると思います。続いて BE:FIRST のYouTube の MV のですね、再生のものがありまして、こちらを語りたいと思いますけれども、365日間のデータで出しております。はい、そしてですね 250M ということで、これがだから2億回以上再生ということになりますでしょうか。全体でですね365日、非常に素晴らしいと思います。でこちらですね、4月19日から20日のところでガッと伸びていたりするわけですが、ちょっとうまく出ないな、21、22でこちらの方で伸びていて、でここの4月26日ちょっと小さいんですが読みますのでお安心ください。2024年4月26日に、333万5816回再生、こちらで一番伸びていまして、でその後も4月28日のところで215万だったりとかしています。はい、でこちらですけども、結構上の方に伸びていて、ダントツで上の方に伸びているんですね。で、こちらですけども、9月の、12とか13、14、15あたりになりますね。こちらマスタープランの前のシングル、メインストリームの時のものでございます。この時も最上のもので300万回超えていないので、マスタープランは333万回あるので、1日超えたことになります。はい、そういうことなんですけども、メインストリーム、この、9月の10日あたりから伸び始めまして、11から伸び始めまして、で、大体9月の28か、29、28ぐらいまでで伸びている感じになりますね。だからまあ、ざっくり、11から28なので、まあ、2週間以上は行きましたが、3週間は持たなかったって感じですかね、おそらくは。はい、だからここで注意点みたいな感じもありますけれども、つまり多分2000万回とかその辺の話は置いといても、ある程度の段階に行った時に多分ちょっとこう下がり気味になってきたところがあって、でもちろん以前の時よりもちゃんと伸びてはいるんだけど、この11月とかの段階で、まあ、この時ねいろいろあったからね、特に11月3日とかに関しては、ね、ここはデビュー日だからこれしょうがないんだけど、でこの10月とかね、10月29、30とか、まあ、デビューのちょっと前のタイミングあたりで伸びがちょっと元に戻りかけちゃっているっていうところがあって、でこの後ねまたデビュー日を超えて伸び始めているっていう感じがあったりします。ただ当然ですけど、メインのシングルが出るっていうタイミングじゃないので200万とかに行くインパクトはなかった、まあ、11月29日とかで117万回とか言ってますけども、でその後こうやってだいたいその BE:FIRST が1日に何もない場合は、まあ、30万の後半から40万の中盤ぐらいだったわけで、ただこの辺見てみると、まあ、1個36万ありましたが、だいたい40万以上で、まあ、推移してはいる感じだったりで、セットセールとかもろもろがあってちょっと伸びてまた元に戻ってみたいな、そういうパターンが繰り返されています。はい、でまあ何をね私の個人的見解で言うかと言いますと、マスタープラン、これは本格的に世界を行くっていうために出すためのものなので、できればこのね、メインストリームの時のこの勢いを超えていきたいなっていうところがあるわけですね。個人的見解ですけど、1日333万回は行きましたが、ただこの山のね、大きさ見てみると、トータルで見ると、こうなんかマスタープランの方はぐっと上に伸びていますが、山自体がちょっと細いと言いますか、今のところね、で一気にぐって下がっちゃったりしてる部分もあるので、だからここも含めてですかね。まあただこの辺はね、5月3日、4日、5日とかは、
特に5月4日ライブエールだったり、あとビバラロックとかね、あのジャパンジャムとかフェス行ってる人たちとかがいて、で当たり前ですけどフェスに行くような人たちは強火な人たち、あるいはすごく熱心な人たちが多いわけですね。でそこの部分もあったので、まあ、なかなかそれをどうこういうわけにはいきませんが、で多分ですけどまたちょっと伸びてきている感じはあると思います。フェスで見つかったっていう部分もありつつで、はい。でやはりここであの一度ちょっとまた上に4から5でね伸びているので、伸びている山をさらにちょっと上に行かせてあげて1ヶ月ぐらいは持たせたい、実は1ヶ月だけじゃなくてもっと持たせたいっていうところはありますね。あのまあそれを真似しろってわけではないのであれなんですが、 K-POP ファンタムであったりとか他のグループとかはまああの結構ね MV をガンガン伸ばしている感じっていうのが見えたりはします。なので、まあ、今後ねやはりそこの部分も含めてあのさらにあのたくさん見ていければっていうところは感じています。であのまとめてくださっている方の話を聞いたんですけど、あのメインストリームの前のマスタープランの前のメインストリームの時にだいたい2週間ぐらいこの勢いがあって、その後ちょっと下がってしまったっていう、だから2週間っていうのは結構肝であって、そこの部分なんですね。でおそらくは海外の視聴回数というのがトレンドとかも変わっていきますし、まあ、ちょっと前にニュージーンズのね楽曲が出たりなんかしたりもあったから、まあ、トレンドどんどん変わっていきますよ。はい。なのでまあメインストリームでもトレンドって言葉は使ってますがね、だからトレンドは変わっていきますので、じゃあどうするかっていうとファンダムベスティの下支えがあればってことになりますん で下支えをしていってるタイミングでいろいろこの音楽番組に出たりとかフェスに出たりとかでマスタープランを披露したりとかそういう感じにすると、またどっかのタイミングでガッと上がったりとかね、そういうこともあったりすると思いますし、だからまあそこを含めてあのまあ2000万が達成したよっしゃーって感じにはなれますが、このよっしゃーのお祭りをね次のフェーズに移らせる感じがいいのかなって思います。なのでねあのもうめちゃくちゃ強火ってわけではなくて大丈夫だと思いますが、あのマスタープランの MV 再生を結構まだまだやっていくといいのかなと、ロングヒットさせるのがやはり肝だというところは思っております。で MV もそうだし、まあ、今回 MV のことを語っていますがストリーミングの方もまた大事なので、あの私もストリーミングしつつで他のアーティストの楽曲も聴きつつでそれでやっておりますし、まあそんな感じでね頑張っているというか、まあ頑張るっていうかね、もう普通に生活の中に入り込んでいますんで、そんな感じになっております。まずはねこのやはりあのメインストリームの時のこの山ですかね、この大きい山誇らしいですけども、これを越えていければというふうに思いますね。まあ、何しろあの山と言いますと日本一の富士山の下で結成されたグループが BE:FIRST ですから、この山というものも、まあ、無理くりからもしれませんがなんかのその意味を感じるような気がいたします。なお今回は多めには語りませんが、今見ているところ聞いているユーザーが多い地域というの見えるでしょうか、日本、インドネシア、アルゼンチン、トルコ、ベトナムなどと並んでおりますけれども、まあ当然ね日本が一番あの再生されているのは間違いがないわけですね。 23.2M 今回はあのこれは365日ではなくて1週間のもの、違いました失礼、1ヶ月のものになっております。はい。でその1ヶ月の流れの中であの日本が 23.2M なので2300万回ですね、約で、インドネシアが 8.97M 890万回ぐらいです。あのもうすぐで900万回いきます。なんだったら1000万回いきそうな感じ、インドネシアが非常に強いなと思っています。で、アルゼンチンも 1.29 で129万回再生されておりますしね、あのすごくすごいなと思います。アルゼンチンがなんか今回すごいですね。まあトルコもそうだし、ベトナム、タイなどと続きます。で、フィリピン、エジプトなどなど、はい、こんな感じですね。で、まあそれもありつつで都市の方でもね今変わったと思いますが、ジャカルタが2位に入っておりますね。まあこんな感じで非常に面白い結果になっております。はい、というわけでもろもろ語ってまいりましたが、メインストリームとのデータも比較した上で語らせてもらいました。個人的見解ではありますが、今後も勢いをあの小さくしないようにしてさらに前に進んでいけるように、あのベスティ各位あのできる範囲でやっていければというふうに考えています。グランパンパスもあの MV とストリーミングあのできる限りでやっていきたいと思っていますので、よかったら皆様も一緒にお祭りをわしょいわしょいしましょう。はい、ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパスでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。グランパンパース現在登録者数2万人を目指しております。理由というのもございまして、いろいろとね日本のカルチャーを世界にっていうところに
自分も矜持を持ってやっているところなんですけれども、登録者数が多いと新規の方も来やすくなりまして、それで説得力も増すっていうところがありまして、いろいろ考えた末に登録者数を増やしていきたいなっていうふうに思うようになりました。あとシンガーだったりダンサーだったりとか、元芸能界にいた人間とかでもない人間として、一般人でもこれだけできるよっていうところがあると、まあ何かしらの形でなんか皆さんに希望とか夢とか与えられるっていうのももしかしたらあるのかもしれないと、おこがましいのですが考えたりしているところでございます。はい、いろんなグループ取り扱っていまして、アーティストも取り扱っていますが、非常に楽しく活動させていただいております。で、登録ですけれども、登録に関しては YouTube は全て無料でございまして、こっちに通知が来ることもありませんし、万が一私のチャンネルが合わないと思った時に解除する時も私の方に一切通知は来ませんので、安心して登録していただけると思っております。そしてすでに登録してくださっている方、本当にありがとうございます。一度登録したけど解除したよっていう方で、もう一度じゃあ登録してやろうかなっていう方も、もしよかったらよろしくお願いします。今後とも精進してまいりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。